全部締めてそのまま着たいなっていう感じなんですけど、このトレンチだけで。襟はもう寒い、まあこうしててもいいんですけど、ちょっと立てたいです。こうやっぱトレンチってこういう感じかなみたいな。今まで1枚も持ってなかったので、やっぱり定番の長く着れるものが欲しいなと思って購入しました。前で巻くよりは後ろに持っていって、あの全体をこうシャープにコンパクトに着れるように後ろで縛っています。後ろに3段のフリルがあって、フェミニンさというものが出ていて、すごく気に入っています。ベージュのトレンド、女優トレンチみたいなのに憧れがあるんですが、着てみると、あ、まだ似合わない、まだ似合わないみたいな感じで黒を選んでしまったみたいな。ちょっと大きめの長めので、あのファーが取り外しできるものを探していたので、こちらを選びました。このベルトを外して、こういうスカーフをベルト代わりにキュッとかしたら可愛いと思います。トレンチはもちろんかっこよく着れるんですけど、できればカジュアルのところにキリッと上から羽織って、締め技としてトレンチを使ったいなと思います。ですね、これ私の学生の時にうちの母がリクルートでちゃんと面接行けるようにちゃんとした格好で、それで母が買ってくれたんですね。で、襟がこうちょっとあんまり古いのなんで立たないんで、スカーフとかこういう感じで襟を立つようにして。